はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ11時半ですね。全場引け映画迫ってますが、プラス100、あんまり動いてませんね今日はね。ですね、ドル円は 149.13 と、まあ、これもあんまり動いてませんね。今日は香港上がってます、ね、524ポイント 2.54%、 まあまあや、21,162 と、いよいよ当局が介入し始めましたかね。でドルウォンでございますが、ちょっと押され気味になってきましたね。 1349.44 と、もうちょっとで1350やでと。このあのドルウォンというのは節目節目で動くんで面白いですね。あの1350で揉めてる時もあれば、1340で揉めてる時もありますし、どうでしょう、2、3ヶ月前は1370というラインで揉めてましたね。これは誰かが意図的に介入してるということなんですね。うん、そこは生かさへんでとみたいな感じでね。はい、ということで、ございまして、ですね、ですね、本題はこれですね。中国のですね、あれですね、紀元節がなっちゃうじゃん、なんていうのかな、大経なんたらっていう話ですね。10月1日からですね、7日までの連休なんですね。それについてこの大紀元にこんな記事が出ていまして、史上最も悲惨な中国の連休、有名景勝地の宿1700室が空室でトイレ泊は超満員という記事がありまして、あの1日から7日までがですね、まあ、一番の連休らしいんですね。日本ではゴールデンウィークみたいな感じで、まあ、あの2回あるんですよね。あとは旧正月ですね、2月の10日前後です、毎年。その時にはみんなですね、旧正月は田舎に帰るんですね。でこのですね、連休、10月の連休はですね、あの、遊びに行くんです。で、やっと中国当局はですね、19億人が一斉に動いたとかに書いてあるんですけど、多分そうです。まあまあですね、どうでしょうね、行って帰って、あの1回は1カウントらしいんですので、19億人ということは9億5000万が動いたということですね。あのそんなはずはないと思います。まあせいぜい5、6億人が動いてるんちゃいますか。大体ね、中国の統計ってこういう場合は2割から3割増しが当たり前ですから、でと言うてるんですけどもですね、かなりあのなんて言いますか、観光地というか受け入れ側のですね、成績業績はかなりひどいものらしいですね。最初飛ばしまして、ですね、香港市サウスチャイナモーニングポストは、今年は観光客はお金を使いたがらない、一見繁栄しているかのように見えるが、その背後に深刻な危機が潜んでいると評していると。旅行者がですね、業績が悪化していると。で、こんなこと書いてあるんです。中国のハワイと称されるリゾート地の海南省三亜市、で旅行代理店を経営する陳仙宇氏によれば、この連休中ほとんどのホテルは値上げをしなかった。それなのに客室の予約率は昨年の60%から65%にとどまっていると明かしていると。古来多くの監視の題材にもなり、伝説の選挙かっこ千人が住む世界を彷彿とさせるような独特の景観で、世界的に有名な景勝地黄山、黄色い山書きますね、では毎年違う意味で大混雑するトイレ光景がもはや社会問題化している。中国のポータルサイト大手ネットイースに掲載された文章は、黄山では景勝地の客室が1700室空いているのに、観光客はみんなトイレで夜を明かしたという。しかし同文章は当局が作り出そうとする繁栄イメージにそぐわないためか、後に削除をしていると、まあしているというかされたんでしょうかね。ネット上の鉱山宿泊攻略の貧乏人プランには、豪華なトイレやフードコートのベンチなどで一夜を過ごすことができると書かれているのかと。そんなことをしてまで旅行行きたいですか。
俺絶対行きたくないですけどね。トイレで寝る嫌やん、そんな。これ、割とあったかいとこなんでね。寒くはないでしょうけども、トイレに寝る嫌やん、そんな。有名観光地、青海省、青い海の省ですね。ではどうか。旅行市、旅行地帯の創立者、張国基氏によれば、青海のある高級ホテルの連休中の客室稼働率はわずか 30% だったと明かしていると。つまりですね、当局は19億人を覚えたいな、すごいですごいですごいでって言うてる割にはですね、実際は惨憺たるもんだったということですね。そりゃそうやん、19億人も動くわけないね。いつも申し上げている通りですね、その中国は半分ぐらいはまだなんとか正常の様相で、まあ、保ってるわけです。例えば給料が10万円やった人が7万円になったけども、まあまあ我慢してなんとかなるやんという、そういう人たちが半分ぐらいはいるというふうに私は見ています。もちろん無傷の人も多少はいますけどもですね、まあもうそれは少ないですね。収入が 2割減とか3割減でなんとかできてる人が半分ですね。それ以外の半分はですね、それこそ収入が半分以下になったりゼロになったりしてるわけであってですね、もうものすごく厳しいわけですよ。厳しいわけです。だからですね、その、まあ、旅行には行きたいけどもですね、行けないという人が多いし、行ってもまともなホテル代は払えないから、トイレで寝るとかフードコートで夜明かすとかそこまでして行きたいんかという話ですけどね。で、ですね、国内線の飛行機の便もガラガラという話は先日お伝えした通りでございまして、ホテルもガラガラでしょう。ましてやこの土産物とかそっちの方もあんまり売れないわけでしょう。なんでですね、やっぱりその我々がですね、僕が経験した62歳ですけども、僕が経験したどんな不況よりも厳しい不況が今ですね、中国を襲っているというべきでしょうね。私バブル崩壊もリーマンショックの後も知ってますけどもですね、まあ確かにひどい状態でした。もうなんていうか、この先が見えへんなと、日本はどうなるんやろうと思いながらですね、特に民主党政権の時の気分は悪かったですね、相当悪かったですね。2009年から12年まで本当に日本はどうなるんやろうと思いながら生きていましたけどもですね、地震もありましたですね。まあそれでもね、明るく振る舞って生きてはいましたけど、あの時はやっぱりひどかったですね。あとは1990年代の終わり頃のドヨンとした空気がですね、まあでも私もあの時は若かったんで、また30代やったんで、まあまあ頑張ろうぜって、ね、やってましたけどね。会社を経営してたんでね、社長がね、暗い顔してられないんですよ、会社っていうのはですね。社長が暗い顔してると雰囲気が暗くなるんですよ。だからね、明るく振る舞って行こうぜっていう感じでですね、仕事をガンガン入れてですね、やってましたけど、いや、そのね、やっぱりね、会社経営してるとね、いろいろそういう、別にもう本当は落ち込みたいんだけどって、落ち込められないような時がありますからね、だから不自由なもんですよ。今は楽でいいですよ。まあ、それはいいとしまして。中国の今は本当にやばい状態です。日本なら暴動が起こってるかもしれません。ところが中国は情報統制ができますんで、こうやばい情報はみんな抑え込んでるんで、またなんとか平静に保ってるという状態ですね。いつおかしくなってもおかしくありません変な言い方だね。いつおかしくなっても不思議ではないですね。はい、こう大紀元の今ちょろちょろ読みましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。